こんにちは、あこです、髪の毛をショートカットにしましたじゃなくて髪の毛を、ピンクベージュにしました。前回髪切ったってなって緑になったんですけど、今日は、ショートカットから髪の毛をどんどん伸ばしていくにはなんかどうしたらいいの、なんか伸ばすコツを教えてくださいっていうのを聞くので、ちょっとそのお話をしようと思います。ね、まずね、ショートカットで髪の毛を伸ばしていこうと思ったら、まずは、ボブを目指していきます。やっぱりいきなりロングにしたいロングにしたいってなってても、もう先が長すぎてくじけてしまうので、近い目標をどんどん立てながらね、まあ、伸ばしていくっていう気持ちの問題だったりもするんですけど、まずはボブを目指すんですけど、このままどんどん伸ばしてもね、ボブにはならないんですよ。なぜかというと、ショートカットって上がこう短くて、こうね、段が入ってるんですよね。要はこう段が入ったスタイルなので、このまま伸ばしていくと、襟足だけ長い、まあ、ウルフというか、ヤンキースタイルというか、どんどんね、ここが伸びていっちゃって、ボブにはならないんですよね。やっぱりショートの方って1ヶ月2ヶ月経つともうすぐここがなんかまず気になるってご来店するんですけど、まあその通りでここから伸びてきちゃうから、まずはこのね、襟足をひたすら1ヶ月に1回とか切って上を伸ばしていく。まずは、その1 段を消すことに専念する。この段の部分は切らない、下を切るっていうので、ここの差をどんどん埋めていくっていうのにまずは集中する。そうするとなんとなくこうボブっぽいシルエットになってくるんですよ。でその間にこの前もどんどん伸ばすんですけど、ショートカットってやっぱりこの顔周りを軽くカットしてるので、後ろがいい感じにボブになってもこのね、前がね、どうしてもこうスカスカスカーとなってきてしまうので、まずは、この、まずは前もこうどんどん切り揃えて、前も伸ばし、後ろはここの襟足は切り続け、段を消してボブを目指す。なんか伝わりますかね。そのままずっと伸ばしていいかというとそうではなくて、やっぱり1ヶ月に1回とか1ヶ月半に1回メンテナンスカットっていうのは必要かなと思うんですけど、そんな感じでまずはボブを目指して、その後どん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 こう伸ばしていくっていうのがいいかなという感じです。はい、なので私もこれから伸ばしていこうかなと思っているので、その過程も一緒に楽しんでいただければと思います。またその途中段階のなんかアレンジだったりとか可愛く見えるコツだったりとかはまたお伝えしていきますので、髪を伸ばすぞと思っている皆さん一緒に頑張って伸ばしましょう。ちなみに髪の毛っていうのは1ヶ月にだいたい1センチぐらい伸びると言われていますので、単純計算で半年に6センチ、1年で12センチ伸びることになります。なので私もボブを目指そうと思ったら、まあだいたい半年ぐらいですかね。でこの耳周りがちょっとこう伸びてくるかなっていう感じなので、あとはなんか早く伸びる食べ物だったりとか、コツっていうか、裏技なんだろうなんか、まあ、食べ物だったりとかありますかっていうのも聞かれるんですけど、特にこれを食べればめちゃめちゃ髪が伸びるとかそういうのはないんですけど、まあお肌とかと一緒というか、いい髪を伸ばしていきたいので、まあ、早寝早起きというか、規則正しい生活だったりとか、不摂生すると肌が荒れるのと一緒で髪も細くなったりとか、ちょっとパサついてきたりとか髪が細くなったりとか、そういうのは関係するので、しっかりちゃんと栄養をとって、睡眠をしっかりとってっていうのが私はなんか基本的なことが大事かなと思います。なんかわかめめっちゃ食べたらいいとか、魚がとか特になんか、そんなに関係ないと思う諸説ありますが、なので、一緒にしっかり綺麗な髪の毛を伸ばしていきましょう。頑張るぞ。
ね、伸びるかな、途中で飽きて切るかもしれないですけど、そう、あとは伸ばすぞという強い信念を持つことが大事です。はい、ということで短いですが今日の動画はこれで終わります。はい、参考になったよという方はグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。あこでした。バイバイ。